大塚、最下地土遺跡は、神奈川県横浜市鈴木区にある、弥生時代中期の遺跡、国の史跡。大塚、最下地土遺跡1972年に、広北ニュータウンの開発に伴う事前の発掘調査で存在が明らかとなる。大塚遺跡は高台に作られた弥生時代中期の、観光集落であることが確認された。最価値遺跡では、 大塚遺跡の看号とその周囲に広がる土類に近接した一帯から包茎集合母群が発見されて年代的にも同時代であることが確かめられ看号集落に住んだ人々の墓地であることが明らかになった。弥生時代の大規模な看護集落が完全な形で発掘されたのは極めて稀有な例である。両遺跡の全体像が明らかになった結果、 居住域と母域が一体的に把握できる貴重な遺跡であるとして、残存部分が1986年1月31日に国の史跡に指定された。現在、最下地土遺跡と大塚遺跡の東側3分の1の面積にあたる約3万3000平方メートルが保存されている。大塚遺跡の中央部及び西側は、開発によって高台ごと削り取られてしまい、 消滅した。大塚遺跡で発見された遺構の内て穴重居二27件を保存し、高床式倉庫と考えられる掘ったて柱建物は、検出された10棟のうち1棟を復元、また、看号を長さ250メートルの範囲で復元し保存している。最下地度遺跡は、発見された遺構25基の方形集構房を保存し、内5基を復元して保存している。 現在は、史跡周辺を歴史体験施設、大塚、最活度遺跡公園として、横浜市歴史博物館とともに一体的に整備し、保存と活用を図っている。大塚遺跡では、約90棟の竹穴住居跡と、10棟の高床式倉庫跡が発見された。また、炭火米や桃の種子なども出土した。ありがとうございます。